パって頭にお皿ついてんの？お母さん、俺カッパ見てみたい。水族館行ったら見れるかな。どうかしら。何？僕。カッパはどこにいますか？え？残念ね、僕。ここにカッパはいないのよ。昔の人が勝手に作った妖怪だから。ごめんね。え？思い出すもんじゃねえな。カナメくん。んだよ、何来てんだ。ごめんなさい、アイス買いに行かせちゃって。別に、あの子泣かせたのは確かに俺ですし。まあそれで、なんでお前らの分まで買ってこなきゃなんねえのかっていうと、甚だ不満ですがね。小さい時ってさ、本当は違うのに勘違いしたまま憧れるじゃん。え？でもそういうのっていつの間にか本当のこと知ってんだよな。だったら今知っとかなきゃいけないことでもないんだよな。カナメくん。ま、今の俺にわからないことなんてねえけどよ。僕、夜は一人で出歩かないようにマイネちゃんに言っときますね。あ。ただいま。ほら、アイス買ってきてやったって。うわ、マイネちゃん、なんで金槌なんか持って。ストップ。大丈夫ですか？何やってんだこれ。子供が金槌なんか振りますんじゃありません。だってこの緑色の石割ろうと思って。割るな。それガラスなんだよ、ガラス。破片飛び散って目に入ったらどうすんだ。目見えなくなるんだぞ、怖いだろ。やばい、つい勢いで。これガラスなの？いや、その海で波に削られて、それで石に見えるっていうか、知らなかったわ。お兄ちゃん、物知りなのね。顔が同じお兄ちゃんたちがね、メガネのお兄ちゃん、すごく反省してるよって言ってたから、仲直りの印に、これ、緑色の石、半分あげようと思ったの。ね、あげるね。綺麗でしょ？綺麗だ。ああ、カナメ、おかえり。カナメ、自分のアイスも買ってきたの？あ、ゆうたくん、ゆうきくん。じゃあ、みんなでアイス食べましょうか。うん、私ね、ゆきんこ大福。僕もゆきんこ大福ですよ。俺も。というか、みんなそれじゃん。おい、俺のに手出してんじゃねえぞ。子供の夢を壊す壊さないとか言って、僕らだってまだ子供なのにね。